きいもんね。柔道からあそこまでもバラエティーね。ああ面白いけどね、やっぱり。そう、私のイメージと違うけど、え、私はもうちょっとなんかこのこっちがついていかないとさ、持っていかれてみたい。どうもお邪魔します。来たね、篠原です。よろしくお願いします。なんか暴れん坊のなんかね、そんななんか困ってるような。やっぱ私の中でやっぱ篠原のイメージなわけ。でかいぐるのさ、いやでも前でしたもん。ゆくる最近はね、篠原さんね、落ち着いたしっとり大人なイメージでやってるんですよね。そうなんです。だんだん年を重ねて、だんだん篠原から大人になって。大人っていうの今おいくつですか？36になりました。それはなかなかね、クルクルやってたら本当のクルクルあれからもう20年です。20年あれもう20年前か。そうか、カズマは言ってたもんね、高校生の時ね、なんて俺の方が面白いってね。えそんなこと。いや、カズマはすごい言ってたよ。知らん無視してたんですか？俺の方が面白いって。やっぱ同い年だよ、多分同い年だからやっぱ悔しいね。そうよ、そうよ。え、36よ。じゃあもうあれか、その篠原ああいう感じはもうやらないってこと？いや、あのリクエストがあれば。え、本当は篠原でいたい？篠原もやりたいんです。新しい篠原も好きなの。やりたいんだ。最近こう篠原大人になったねっていうお仕事をいただいてるので、そのなんかね、切り替えを覚えちゃったんですよね。ああ、じゃあ両方いけるってこと？スイッチが持ってきた。大人の時は大人になって、こう元気でお願いしますってなったらこう元気になって、なんかそれがちょっと、あ、なんか芸歴長くなっちゃったなっていう、なんか切なさがあって。意味してあのキャラクターをやってたってことは一度もないんですね。割とナチュラルでした。なんか明るい子なのでもともと。すごいね、あれナチュラルだったの。でも夢が叶った瞬間ってそうなりませんでした？あー、テレビに出るって嬉しい。なんか夢の世界に来てる、このなんか画面の中を賑やかにしたいって。最初の1ヶ月ぐらいだったよ。え、でも最初の1ヶ月はそう思ったんですか？最初の1ヶ月はどう思ったんですか？もう無敵だった。寝なくても平気だし、もう全部テレビ局に入っていけるのが嬉しい。あと、なんだろう、そのね、たけしさんとかダウンタウンさんとかにサインもらっとこうかなみたいな、ワクワクしますよね。思ってたけど、でも1ヶ月後ぐらいに、あ、早いわ今日。早い、もう1ヶ月。私はこう楽しくなる魔法をみんなにかけたいっていう。それすごいな。魔法をみんなにかけたいって。マジでわーって楽しいじゃないですか。こんなマジで実写版アメリみたいな本当にみんなと楽しさでコミュニケーションしたいって心の底から思ってる、ね、本当の用の人だわ。そうだ、二面性ない。なんかてっきりさ、あれしんどかったなちょっとっていうとこあったのかなって、なんか自然に思ってたけど、全くないんだね。もう誇りです、私の篠原は私の誇りです。だってその過去があるからみんなの今があるんですよ。あら、そうですけど、その昔の培ってきた時間があるから、今その自分が過去が背中をしてくれてるんだよ。夢が素敵じゃない？今が背中押すんだよ。いや、ちょっと辛い、聞いてて辛いわ。え、お姉さん、私たちモグラにあんたが眩しすぎますよ。絶対なるなるの。おい、おい、花が咲かない植物もあるんだよ。諦めない。なんかいろんな人を幸せにしたいですよさ、特定の男の人いないじゃん。それどこ切り込んだんですか？なんで取り調べのテンションしてる？いや、まずで直近の恋愛を教えて、ガッチリ教えて。言わないでほしい。こんな口の軽そうな女子たち。そうそう、すぐ言えた。それは言えない。ガールトークしましょうよ、ガールトーク。なんでガールトークと思えばいいか。そうそう、ガールトークだって同じ。だって何のいやらしいこともないもん。でもデートはします。デートするの？どんなデート？どんなデート？じゃあ一番最近のデート全部教えて。何言わなきゃいけないの？何を言ったんか、どうやって分かるのか。いや、それが篠原をやるかどうか関係あるのよ。これは、篠原さん、ちょっとね、やっぱ本当。どうしよう、恥ずかしい。大丈夫。いや、勇気出して。あれのままで。大丈夫、勇気出して。そしたら何かこう、変わりました。壁やろ。今までやらなかったことをやるというね。さあ、直近のデート、まるっと教えてちょうだいよ。
最近のデートは、お坊さんと。素晴らしいじゃない。出家なんだよ。出家。あなた、出家ないじゃん。人間なんだよ、やっぱり篠原さん。お坊さんとじゃないと話合わないんでしょ。すっごい話があったんですよ。合うでしょ。そう、教えていただくことがいっぱいあって、ときめいちゃったんですよ。教えてもらうのが好き。はい、教えていただきたいんです。私は学びを得たいんですね。この人はいろんなこと知ってんの、教えてもらってってなって恋愛関係に発展するんです。調布飛行場を利用してきたパイ。やってきたのは埼玉県さいたま市。ここに来ればツバメが。しかしこの後、相談者からある画期的なアイデアが。あとナノグラノーラっていうのを考えてて、ちょっとこう生グラ、はい、生グラ。なんかめっちゃ目が光ったの。もっとこうジューシーさを増して冷蔵保存をして、うん、こう千里眼の場合みたいな感じで、ここでさ、地下で売るっていう。生グラはあんまり今世には出てないんですか？ないです。はい、ありましたね。だからそういうことですよね。そう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 、ちょっとないもの、パンチある。堀江も食いついた生グラノーラとは、平井社長が現在開発中の新メニュー。普通のグラノーラとの違いは、オーブンで加熱せず乾燥させるという点。そのため食材の風味が損なわれにくいという。海外では販売している店もあるがごく少数。日本ではまだほとんど知られていないらしいぞ。生グラノーラにね、今検索してみましたけど、よさげだね。よさげだね。よさげだね。咳込みながらよさげだね。で、生グラは今見たら、グラノーラがあんまり好きじゃない人でも生グラは美味しいって。なんか俺はちょっと、俺もちょっと今ちょっと生グラノーラはイメージして美味しそうだなって思いました。生グラノーラだとテレビのなんか取材も来るからね。確かに。もう、堀江さんから太鼓判が押されたぞ。これは、今回の事故を受け、Anything!To be perfectly clear, I don't even want to... What? He hung up! Amy! You need to treat the customers better. Aki, you get it. Apologize politely. Politely. Hello.This is JK Strict International. Aki speaking. This is Alexander Kokar. Is it true you're recalling Furuoke? I'm very upset about this issue. ここで Aki、どう切り抜ける？お客様からのクレーム電話に丁寧に謝罪したいとき、あなたならどうする？ Aki はこう言った。We are so sorry to be bad situation. 果たして秋の英語はどうだったのか。もう帽子練り出しましたよ。もう本当に素直な気持ちを、もうただただもうこんなになっちゃってごめんなさいっていう、はい、果たしてその思いは届いたんでしょうか。ルシーさん、判定お願いします。篠山さんの今回の判定は雨になります。まあでもそうかな、やっぱりこの状況自体が雨ですしね、だいぶね。多分今のお客様は今の言われ方だと、だからどうするんだよみたいな、なんかちょっとさらにこう、ヒートアップするんですよ、エスカレートするんですよね。うわ、もう最悪だ。心折れないでください。いや、折れそうですね。ダメ。いや、もうや。折れる前に先生に助けを求めに行きましょう。乗り切らなきゃな。そうですよ。辛いな、今週は。雨続きだね。いや、雨続きだ、もう。胸が痛みますけれども。さあ、季節外れの低気圧が。そうです。最近はもうあんまり。